どうも、好きです。ヨットをやっていきたいと思います。アイコンが同じ角度の方ですね。よろしくお願いします。さあ、俺、先手、334というフォーメーションという連絡なんで、これ4番いきますか。さあ、どうでしょう。はい、来た。4番の3つ保証。さらに、うわぁ、なんか久しぶりやな、このサイコロの目を見るのが。なんや、これ。頑張ろうな。エペしか勝たんさんですね。S ストレート。懐かしい感覚がするな。なんだこれは。さあ、これは超絶第2番を待ってる感じかな。2番待ち。さすがにまあ当たっていかないということですよね。S ストレートの申し込み書類提出ということで。よっしゃ。今日は3戦ぐらいかな。やろうかな思ってますんでね。これ4番今埋まったから2番狙おうか。2番3つ来い。お願い。ダメだいすか。こう、まあ、2番来て。2番よっしゃ、フルハウスだ。デュース入れます。よしよしよし。まずは順調に。いかにプレミなくいくかなんで、ね、プレミというのはやっぱ借金のことなんで、ね、さあ、2が3つ。2が4つですね。ただまあ、2、4つぐらい別にええよ。くれてやる。全然問題ないラインなんで。なんか怖い。ストレートに見える。うわー、6番か。頑張りきれないかー。これあかんかったらエース切りとかなっちゃうんかな。う、あ、これチョイスだな。26チョイスだ。でかい。やばい。あー、やっぱそうやんな。もうストレートに見えたもんな。バラバラバラってきたらもう大体もうストレートやからな。5番いっぱい来い。で、ここで一気にもう、ヨットまで預けたい。あー。もう一個当たればだいぶ気分楽になるけどな。よし、気分楽。これはでかいな。5で。これでエースが0で良くなったから、強気になんか狙ってた方がいいかもしれんね。ここで弱気に安定取りすぎたら、後ほど下が0祭りになっちゃうんで。うわ、これ取るんちゃう？うん、ママハウスやもんな。まあまあのフルハウス。いや、お母さんの家、言うんですかね。ママハウスということで。それは違うか。4番行く？これ、4ダイス狙おうか。おっしゃ！ 4 ダイスからの4つ狙おっか。スーパーフルヨット！よっしゃー！いやー、強気にいったね。ビタン！ヨット当たるのは運がいいね。これ相手エース狙いでいいんじゃない？そうやな、こっちヨット当ててるから相手もエースでヨット狙いやろ。ノット。最低保証ラインズ。俺が4ダイスフルハウス S スト B ね。ストレート来い。オッケー、ビースト来たね。30点でお願いします。ダイレクトビーストね。3番か？ 2 番。2番を狙うのはこれは何なんでしょうね。さあ、やらかしたんじゃない？ああ、ヨット狙ってヨット切るっていう考え方か。面白い考え方やね。5番埋まってる1番。6番でなんか狙うか。ストレート系に見えるから、これストレート系 YouTuber 狙っていいと思いますね。1、5、両待ち。OK。ほんなら15点ということで、順調に進んでいける。あ、やばい、5が4つになっちゃう、これ。5が3つでも相手は結構いい感じやもんな。最低保証ラインズマン繋がってるから。で、俺4ダイスフルハウス、トレイ6やね。3か6が集まって。じゃあ3でいこうか。3が3つ。さらに、もう1つ来い。来ないでいくがでも最低保証。で、6、2つぐらいか。6、3つぐらいいるか。
は6番を3つ狙い。トイス切るんちゃうこれ、さすがに厳しいやろ、遠すぎるやね。エース6、あーエース狙うか、手堅く行こうぜ、欲張らず行くわ。これフルハウス取りますわ、取らなくていいな、これあのボーナスを確実に取りに行った方がいいわ。よいしょ、あれでもそれでもこれあれじゃない、よく3つ当てなあかんやん結局。こんなフルハウス取った方が良かった説まであるな。相手がでも結構もう厳しいもんな、盤面が。トレー切りやろ。相手盤面詰まってきてるからこっちが有利なんで。生振り直し。何これ何も当たらないんだけど。じゃあ3でなんか、やろうか。じゃあ、フルハウス狙い。相手これ一応ラボーナチャンスあんのか。で、俺がラボーナ取れないっていうケースがあるから怖いな。相手ラボーナチャンスやん。で、5のフルハウスか？ダメハウスですね。4指定していくしかないか。おっしゃ、フルハウス。指定フルハウスが直撃。これにより勝ちが確定か。これにより勝ちが確定か。いや、確定ではないな、これ。6いっぱい当てられたらまだ分からへんな、これ。いや、待てよ。ラボーナ、いや、ラボーナが取れないな、ギリギリ。あと1個当てなあかん。うん、ノットラボーナだ。ほらほら、ノットラボーナなんですよ。この1点が、繋がらなかったですね。その1点で。6当たらず。6-0とかあるこれ。うわ、6-0やねんけど。危ないところやったな、これ。もう1個当てられたら、大逆転みたいな場面もあったな。ほら、危ない危ない。さあ、ここは一旦ここで、決着ということになります。ありがとうございます。エペシカカタナさん。いい勝負でしたね。なんか最後までわからんかったな。こっちヨットで勝ったって感じだよ、ほんまに。50点差なんで、ヨットがでかかった。マッチングしていきましたね。相手が動物の森の方ですね。よろしくお願いします。さあ、俺またまた先手。4番の3つ狙いでいこうか。お願いします。ダメか！これどうやろ？もう5とかに切り替えて強気にいったろうか。よっしゃ、オッケー！最低細ライン！オッケー！麦さんですね。さあ、サイコロ振らないという選択肢ですかね。あ、振るわ。やばい！ストレートではない。うわー、どんだけそこ重なってんねん、それも。芋虫みたいに動いとったやろ、今な。自分から、自分の意志で。うねうね動いてるように見えましたよ。行きましょう。さあ、ここは6番をしっかり狙っていくというイメージンググレース。4番。いや、これはもうチョイスも考えて、生ぶりでいいや。うん、生ぶりでいくわ。生で振っちゃう。さあ、この方なんかあれやな。サイコロ振る前にラグがあるね。ほら。6番。これ相手4何気になんか4つ当ててはるもんな。ノット。さあ、これ相手悲鳴上がるんちゃう？さすがに。悲鳴やな。エース切り。いや、でもエース切り言うても別に4で当たってるから切ってないよ。あ、じゃあ俺エースの安定保証プラン。頑張る！やったー！これよ。この3つずつ確実に当てていくってことがやっぱ強いからね。
で、この1点で勝とう。このエース4というこの1点、大事にしていきましょうか。1点差で勝てば勝利のゲームなんで。やばい、ストレート狙われる。234とか。よし、気づいていない。あ、やばい、あー、盗聴された、くそ。しかも16両待ち盤面、ここで B 当てられたら相手テンション上がってしまうよ。 OK、 よかった。ここで飛び跳ねられたらもう厳しいからな。さあ、これはストレートに見えますが、3456で2番のピンポイントモンチュ、さすがに注文かからへんよな。お互い S ストレートでっていうイメージでしょうね。 OK、 まあいいでしょう。 S ストレートお互いに動き埋めていくという形なんで、今んとこまあフラットに考えていいね。あ、やばい、4つ当てられたらもう大打撃やからな。24点やから、これは6かな。そやな、これでもう大打撃やからな。そこの6点差ってなかなか埋めるのしんどいからね。ヨットとかちょっとガッツリ狙いに行こうか。ノット。まあいいや。ここはまあいいや。4の分と6の分で、かなりその点が危ないからな。どこでその差を埋めるのっていう話になるから、やっぱ、豪邸とか狙っていくしかないよな。フルハウスの質の高い豪邸とか、質高いを狙わないとあかんな。チョイスとかもちゃんと高いの入れないと、相手ほんま出目がいいんでね。なんか狙った方がいいな、これ。5でなんか4ダイスとか狙うわ。これでいいんじゃない。ダブルピンポイント注文、5か6。もうなんでそこ頑張れよ。今サイコロフルっとなったよな。結構6来たか思ってんけどな。赤、危な。いやー、ここ、あ、なんやそれ。うわ、さっきの俺と同じパターン。ほんで君は当たるんかい。まだ諦めるな。ヨットで埋まる、その差ってのは。3行こうか。ヨットで埋まるのであれば、まだ諦めてはいけない。よっしゃー！やった！ヨットで全てを覆す。なんでやねん。まだだ！まだいける！いや、これフルハウス狙いたいけど、いや。いや、狙わないと危ないか。外れたら厳しい。外れたら B 切りか、これ。いけ！もう！やってよ。外れたら B 切りだ。よし、当たった。こっち？いや、違うな。フルハウス狙ったからフルハウスだ。ここは4取ってる場合じゃない。6まで指定してるぞ。なんで？フルハウス埋まってることに気づいていなーい。違う！まさか！サイコロを一つに絞り込むことによって3を指定するつもりだ。イカ様だ！その後ろにいる猿が左手で木の実、赤い木の実を食べればダイヤのなんぼみたいな感じでやってる、これ。ほら、イカ様だ！やばい！ああ、ああ！なあ、まで提出すんな！なんやねん、それほんま。生提出すんな、ほんま。まだだ！よし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 、まだ行くぞ、俺は。あ、これ、エースの4が効いてる。エースの4が効いてる。4二つで良くなった。
ちょうど。4、2つでラボーナーだ、俺。ラボーナーか。ラボーナー。221。ビースト来い。いやー、あ、これもラボーナーか。一回とりあえずラボーナー確定させるか。いい得点。どっちだ、これは18を取るべきか。得失点差的に18を取るべきだな。何気にちょっと嫌やな、響いてしまうかもしれない。2やったっていうところがね、442やったんで、ここちょっとやめてほしいな。チョイスか。オッケー、チョイスで23並んでいく。あー、こっちも B 当てないとあかんからな。 B 来たか。結構 B に見えるが、2、3、4で、これで一回5を先当てるか。ダメか。ほな、一旦、4だけ考えようか。来た！ビッグストレート！いけー！さあ！やばいか。いやいや、やばくない、やばくない。フォーダイスなんて当たらない、そう簡単に。外れろー。オッケー、2切らした、2切らした。さあ、あとは4ラボーナ確定。ラボーナー、いっけー。よし、ばらけた、ばらけた、ばらけた。でかい、こればらけろ、ばらけろ。イカ様圏外になれ。よし、イカ様圏外、これは。さあ、最後の頼み。外れていく。よく通した、俺。通しましたー。よし、もう気持ちいいから今日はここまでや。ご視聴ありがとうございました。